は、忍チューバーのさくやです。友達のネム、シャオランと一緒に高架シティで忍者修行してるの。師匠からは人前で忍術使っちゃダメって言われてるんだけど、目立ちたいから使っちゃうよね。クマの大切なクリプト絵巻が誰かに盗まれて、4つのクランを挙げての大騒動に発展しちゃった。いやいやいや、取ったの私じゃないよ。違う、誤解だって。もう盗んだの誰？クリプト忍者サクヤ、忍びません。